チャチャ殿、こちら。近い。近いですよ。はい。引っ越します。引っ越します、チャチャ。はい、引っ越します。爪研ぎしちゃってる、横で。これ見てこれ。これチャチャ。チャチャ、ここで爪研ぎしない。これ悪そうしたのチャチャか、これ。夜とかやってんでしょうね。マロンは？マロンおいで。マロンは爪研ぎした？マロンの方が多分すると思う、このタイプ。あ、そうなん。もうこのね、あの段ボールが玄関にずっと置いてあって、何回かニャンニャンでもちょっとチラッと映ってるんでね、うん、あの刺した人なんかもしかしたらいるかもしれないですけど、あのこれ引っ越す段ボールです。今日この動画は振り返ろうのね動画となっております。なんか玄関が好きなんだけど。猫玄関好きだよ、やっぱ匂いするから。あ、来る、行くよ。はいはい、行く行く行く。じゃあ行きたいところに行こう。うん、はい、わかる。ここは寝室、寝室じゃない、ここは編集部屋ですね。で、なんと言ってもやっぱりちょっとマロン選手今いないけども、このキャットウォークだよね。で、キャットウォーク、これ解体しないといけなくて、うん、もう実はこれもちょっと引っ越すっていうのもちょっと前、だいぶ前から決まってたんで、あのこれもやらないといけないねっていうので、ちょっと日にちも調整してるんですけど、すでに。そうだよ、これ解体しないとね、出れないから、この家。この子たちすごい気に入ってくれて、うん、俺らもちょっと素直にこれ嬉しいんで、嬉しかったから、うん、なんとかして次の家にも作れないかってことだよね、うん、すごいルームツアーしてるみたいね。ルームツアーだよ、最後に。まだちょっとこの家で動画何本か多分あると思うけど。テーブル、はい、猫テーブルですもん、これは。これはもう猫テーブルと言っていいんじゃないかな、うん、これね、そこになんかオブジェを入れるようなところなんやろうけど、この子たちがすごい入るでさ。チャチャもマロンも大好きやったね。で、これね、キャットタワー。マロン、キャットタワー、よいしょ。ああのね、当初はね、すごい使ってくれたの、マロンが、ね、いつもここにおったんやけども、上から尻尾垂れとったもんね。だけど、キャットウォークを作ってからですよ、もう好評に好評で使わなくなっちゃって。ここら辺かな、ボロボロになってね、カーテンも。本当だ、うん、これもなんか窓がこう大きいからオーダーしたんだよね、うん、このカーテン。ここもお気に入りの場所ですね。これもマロンくんが爪研ぎしたところ、これをね、新しく設置してここで爪研げるように、ね、マロン前に爪研ぐ。ダンボール派、チャチャは朝日も派。マロン君がダッシュするね。あ、ここには入っとるって。入ったやん、入ったやん、マロン。さあ、次はどんな場所になるのかな、チャボックスは。わーい、マロンちゃん、よし、選ばしたら選ばしたら。開ける時間は短いぞ、早く急げ、チャチャ急げ。大放出することないでな、うん、はい、閉まります。ピピピピピピ。はい、これね、わかった。あとは脱衣所行ってみる。あ、何度もお風呂で撮ったもんね、動画。なるけど人が遊んでるともう遊びたなってます。これもうだいぶボロボロになったな。この家に来てちょっとしてからかな、あの初代じゃなくて、実はいや、前のさ、池袋で変えてない。これも前の時か、2代目なんだよね、うん、チャチャがこれ大好きだから、昔あのこうに傘がってる、こうやってこうやってなんかあの登ろうとしてる画像が、うん、ちょっと有名な画像があるんだけど、ちっちゃい時のね、あの時からも大好きだから、もうずっとこれは変えずにやってんだけど。でこれもっとなんか新しくしてまたね、新しくしてもいいよなーって感じ、ね、朝日もでもあるからな。でもね、さ、新しくしました動画出した時に、うん、2代目にした時に翔さんから画像とか送られてきて、もっともっと使ってる人がいいの。そう、もっと本当にビリビリ、この段ボール見えてまっとるやん、うん、もっとすごい人いた。これがさ、これこのだってもうねえ、しだれ桜みたいになっちゃってるからね、これ。もっとすごい人いたの、それ爪研ぎできるかぐらいの人って、うん、まあまあ人それぞれやからね、まあ、どこまで使うかは、チャチャも使っとるでね、使ってやって。これ言ったらチャチャしか使わないで、これでしょ、うん、マロンが使わない。マロンがちょっとね、さっきの段ボールだからね。ね、マロ君、首かしげて、あんたは何、大事やんね、これすごい大事に持っとるやないの、これ。大事に持っとんの、チャチャが出してきたのこれ両手で使えて、マロ君遊びたいけどさ、このお兄ちゃん大事に持っとったら遊べやんな。これ
ネズミだよ。あ、譲った譲った。マロ行け、マロ行け、マロ、マロ、今行け、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 結構お気に入り、うん、この何がお気に入りかっていうとこれだよね、この珪藻土マット。珪藻土の上に乗る、ちゃちゃこの上に乗るんだよね。ね、違うの、ちょっと行っちゃう。風呂をね、昔嫌いだったけど、まあ風呂に入れるってこと自体嫌いなんだけど、うん、風呂場はね、好きになったよね、この家で。ね、それはもう成長よ。ふーちゃんはね、お風呂には絶対入りません。いや、昔は来たよ、うん、名古屋の家におるときは来たんやけど、あの、ここのさ、同じような場所でずっと出てくるまで待っとる。座って、まあ、丸くなって手隠してこの子たちもそうお座りしてまった。いろいろ大人の事情もあって引っ越すわけですけど、まあ、ツインズの方の動画で、あの、またね、発表みたいな感じでこう出ると思うんで、そっちをねまた注目しておいてください、うん、で、あの、この子たちはもちろん、あの、置いていくわけにいかないんで、もうこの子たちも一緒に、ちゃんと新しい家に引っ越すと。このお家でね、たくさん成長しました、この子たちは。成長止まったよ、この家ね。この家で成長が止まった、うん、ただ見た目的な成長はここでね、あの、終わったわけです。このお家でたくさん見守ってくださった皆さん、ありがとうございました。前回の家との決定的な違い、うんうん、壁で爪研ぎしなかった。うわー、すごいじゃん、ちゃ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 、すごいね、全部張り替えしたもん。壁紙全部張り替えって言われたよ。クロス全部張り替えですね。どれぐらい忘れたけど。